の誕生日でしょ。おい、そうなんや。巻き戻し。あんな空気でサッカー見たの初めてかもしれないと思って、あの熱量は凄まじかったな。ののチャンネル、今日もよろしくお願いいたします。お願いいたします。ののさん、はい、お疲れ様です。どういう今日、はい、5月8日おおお何の日でしょうか。ゆちゃん、まあやっとコロナが元に戻った日って。おの誕生日でしょ。おー、そうなんや。誕生日今日全然誰も誰も誰も今日朝からやっぱ祝福のメッセージが、びっくりするぞ、びっくりするぞ。身内、はい、あと樋口だけ。たくさんの職員からメッセージが来ていることを願っておりますって。誰からも来てない。51歳のお誕生日、51歳、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。もういいでしょ、でも51歳になったら別にさ、誕生日とか。そんなわけで今日は誕生日プレゼントとしてこのののチャンネル収録させていただきたいんですけども、たまたまでしょ。そんなののさんに、はいはい、いやマジで、マジで今日は誕生日プレゼントをご用意いたしました。お、なるほど、これを開けるとびっくりするものが入ってるってことね。そうですね。じゃあ、まあ、多分これで普通ケーキはないでしょ。ケーキはないのかな。ないですよね。これでケーキだったら面白くないでしょ、はい、なんか出てくるとかやめてよ。え、ゲンさん開けます。じゃあ、ちょっと待って、なんか出てくるとかない。さあ、分かった。じゃあオープン。おい、おい、高ケーキかい。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。なんだよゲン、どうしたお前。なんだよゲンちゃん。いやー、めでたい。これちょっとマイクの邪魔なんだよ。ちょっとゲンさん直してあげてください。これ反対の方がいいな。ゲンちゃん、いいよゲンちゃん。ゲンちゃん仕事してよ。仕事しましたね。あ、これ仕事。ということで50歳の誕生日を記念して今日は収録したいと思いますけども。ありがとうございます。はい。我々からのプレゼント、プレゼントですけど、これだけじゃないんです。くれんの？くれるとかじゃなくて、あげます。くれる、まあ、くれるというか、ね、まあ、プレゼント、ね、はい、どっちかというとあれな、ね、現金。ああ気持ちとかよりも現金。いや、気持ちっていうか、そのものより、あ、ものより現金だ。じゃ何が欲しい、皆さん違うんです。何が欲しいのって聞かれる、聞かれたら、うん、いやいや現金で。我々からもプレゼント用意してます、はいはい、なんと、うん、バースデー VTR です。ちょっと見るわ。では、我々が用意させていただいた VTR ご覧ください。はい、これ何作ったの。かわいい。超髪の毛いっぱいあるじゃん。これが野々村です。欲しいな髪の毛。この野々村、中央、左足でボレーシュート、これが際どい。これが野々村義和です。ミシェルさん、野々村、頭で合わせた。万歳だ野々村。野々村義和、昔はあれだよね、スタメンが1番から11番までのマーク。センターフォワードって分かったと思う。ゴンサドロ札幌、左からのクロス、中央、野々村ヘディング。もっと選ぶよ、シュート、他の点数。わざとだろう。これでこの試合3点目、2点目を決めたビジも祝福に駆けつける。スパイク宮城のパフォーマンス、本当に仲がいい野々村とビジュです。万
度は、あれで退場とかある？バンドがそこに絡んでくる。バンドが退場でしょ。大変なことになった。そして太田レフリーの右でなんとレッドカード。野々村。こんな感じだ。俺でもね、この後あれだからね。試合終わった帰りに美容室行ってポーズにした。あ、出るの？やめてよ。お、髪長いじゃん、どんどん。髪の毛を切って、ピッチに戻ってきました。さっきの試合の直後？これ。一試合明けて。野村が打ち切り、突破する高木。そして3番の森カット。コンサドーレ札幌の粘り強いディフェンス、ボールを奪いました。どこやろ、いきなり来たか。だいぶ端折ったね、最後。だいぶ端折ったね。50歳の誕生日、ありがとうございました。ありがとうございました。これが野々村ですって言ってるんですよ、うん、これが野々村です、うん、相当な期待があってデビューされた。いやいや知らん全然わかんない。これがって言って相当何のがかわかんないもん。これがあの野々村ですですよ。こいつが中央左足でボレーシュート。これが際どい。これが野々村義和です。いやいや、これは相当な期待があってのデビューだったんじゃないですか。知らん、期待外れた。こんな普通いませんよね。何もう落とそうとしてる。違う。いやマジの話、これがって言って相当だなと思ったんですよ。これ全然わかんない。覚えてもいないし。これなんで俺退場なの。いや、やっぱ頭突きをしたって思われた。見て、じゃあ巻き戻せ。あれで頭突きか。あれでファール。で、さっき言ってた髪の毛。いや、何バカにしてる。これは反省の意の反省。あ、反省の意の坊主なんです。また反省してるでしょ。反省っていうか、まあ、やっぱもう気持ちを入れ替えてって言うんじゃないな。流れ悪いなって。いや、あの日に本当帰りにすぐ切ったからな。あ、そうだったんですか。どういう気持ちだったんですか。なんかちょっと流れ変えねえと思って。申し訳ございませんっていうのだけじゃないよ。あれジャッジリプレイなら退場。ジャッジリプレイ案件ですね。ジャッジリプレイなら退場。ジャッジリプレイ案件だと思います、ね。家もっちゃんはなんじゃちょっと退場はないですね。ですね。俺覚えてるよ。あ、そうですか。リル戦、最初使ってもらえなくて。あ、そうだったんですか。だって3月、これ多分4節とかだもん。加入が95年ですか。この年。じゃあもうすぐ結構早々に出たんですね。いや、最初から出るつもりでいたんだよ。あ、そうなんですか。1節目とかは多分ベンチにも入れてもらえなかったんじゃないかな。当時、清久保さん監督は。多分この試合で、勝ったのかな、負けたのかちょっとよく覚えてないけど、右サイドなんかボール出なかったけど、なんかフリーランニングしたんだよね。タッチライン際かなんか。それを清さんに後のミーティングで褒められたのね。はい、そこっていう。だからなんつうの、やっぱさ、J リーグできたばっかりだしさ、サッカーって何よっていうこと自体もあんまり分かってないと思うね、当時のこの2少年。そのフリーランニング褒められるってちょっとよく分かんねえなっていう。むしろなんか迷ったね。今だと分かるんですか。まあ、きっとなんとなくきっと分かるんじゃない、分かるんじゃないかなとは思うけど、ボール持ってなんかしてなんぼでしょみたいなさ。どうぞ。うん、はい、という VTR でありがとうございました。
ののチャンネル。そして、はい、おめでたいといえば5月6日、はい、うん、AFC チャンピオンズリーグ決勝第2戦が埼玉スタジアム2002で行われました、はいはい、2000合計2対1で浦和レッズが2017年以来5大会ぶり3度目の ACL 制覇を成し遂げました。チェアマンのまず率直な感想を今いただきます。率直な感想、うん、優勝して優勝したのは本当良かったと思う、はい、J リーグとして日本のクラブがアジアでチャンピオンを取るっていうのは、まあ、最大のミッションっていう感じだと思うんですよね、うん、一番こう現実的にそれを成し遂げなきゃいけない仕事の一つで、それをどうサポートするかみたいなことで、まあ、J リーグってあると思うんですよ、まあ、その先のそのクラブワールドカップとかっていうところでももちろん頑張ってほしいけど、まあ、その中でやっぱりアジアでしっかりタイトル取れたっていうのはすごいで、何よりだってもうね、俺びっくりした、本当サイスタのすごかった、あれは本当にすごいと思うよ。世界で、はい、例えばチャンピオンズリーグの決勝とかヨーロッパのチャンピオンズリーグの決勝とかにも行くけど、まあ、あの場合はその中立地でやって、うんうん、そうですね、数万人の人が集まるけど、どっちかっていうとお祭り的な雰囲気で、本当のサポーターっていう人たちももちろんいるが、その他のこうファン的な人も多いじゃない、うんうん、はい、全然その空気と違ってもうほぼ全員サポーターみたいな感じ、俺あんな空気でサッカー見たの俺初めてかもしれないと思って、海外の試合でもあんまりないんじゃないかなっていうぐらいびっくりした。声だね、あの熱量は凄まじかったな、あれで勝ったと思うよね。でチェアマンはサウジアラビアにも行かれてます、はい、第1戦、はい、その写真をちょっと入手したんで、うん、写真を解説していただきたいなと思うんですけども、まずはこちら青いソファーに腰掛けてる写真なんですけども、今回は泊まったところは船ではないということですね。今回船ではなかったですね。 でも一泊だからね。あ、そうでしたか。一泊、あ、結構弾丸だったんですね。もう一泊四日ってよくわかんないやつですからそうだったんです。そういうのあるんだね、一泊四日って続いて、あ、こういうこれね、はい、コーラと、まあ、ビッグバーガーですけども、うん、これハンバーガーめちゃでかいですね。もう食べるとこなくて、はい、ホテルのやってた店で、うん、昼飯、うん、これね、サウジアラビアの方にお茶を入れてもらっている、お茶をもらって、お茶、コーヒー、コーヒー、コーヒーですかこれ。おお、なんか向こうのコーヒー、あ、ありますね、はいはいはい、甘いやつですかこれ。甘くない、甘くない、全く甘い。こちらはお城に入っていく写真ですかね。あのね、はい、30分だけ時間があって、あ、それだけしかなかったんですか。うん、でどっかちょっとそれっぽいとこ連れてってよって言ったらここに来てるけど、俺はどっちかというと外側にいるだけでいいんだよね、はいはいはい、見た手で、はい、中入んなくてもいい、でも行ってみた。これはパンケーキとプラムですかね。違うと、これ何これ。え、これのりさんが食べたやつですよでもこの手前のやつは食べてない。なんかでもこれって飛行機の中でも出てきたっぽいんだよな。なんか柿みたいな味したと思うな、干し柿っぽい感じ。多分あれだよね、きっと その中東のなんかだよね、はいはいはい、茶菓子ですかね。パンケーキはなんか、ね、サービスで出してくれた。それでスタジアムにやってきましたかね、はい、こんな感じ。あ、こんな感じだったな。すごいですね、なんかこの椅子、これ VIP エリアですかね。そうです、そうです、はい、どっかに座ってみるんですけど、これはこれあの普通にあのなんだろう、 ラウンジ的な部屋が4つぐらいあったかな、結構広い部屋が4つぐらいあって、まあまあ好きに使ってそこでなんか食べたり。このお方はモハちゃん、モハちゃんモハメド、ああ日本に8年ぐらいいたんですか。どういう方なんですか。これ
なんか働いてるよね。え、AFC の方？違う。それは違って、はい、だから大学で日本に来て、慶応って言ってたな、慶応で8年ぐらい日本に、大学8年行ったのかな。で、今回だから、アテンドしてくれたり、通訳してくれたり。コーディネーターの方ですね。うん、多分そうだと思う。はいはい、多分というか、コーディネーターだと思う。ああ、これはすごい。まあ、第一戦も一戦ですごかったですよね。すごかったけど、はい、6万ぐらいは人いたと思うんですね、はい、でもう レッツのサポーターも600、700は絶対いたと思うんだけど、いや、これはこれですごいよ、すごかったけど、うん、全然俺サイスターのあれと比べるともう圧勝、まあ、そうですか、これとか思う。サッカーの方なんですけど、はい、まあ、相手めちゃくちゃ強かったと思うんですね。1戦目見ても、まあ、2戦目の最初の方を特に見ても、強かったっていうか、まあ、もちろんいいチームだし、サッカーのスタイルの違いじゃない、うん、だからもうレッツがもっとやろうとするのかなと思ったけど、はい、多分な、勝つための戦略でしっかり守るっていう戦略をしたんだろうなと思って見てた。うん、別に日本のチームであのチームと打ち合って全然やれるところはあると思う。だからいいチームであることは間違いないし、面白いサッカー見せてくれるけど、特別圧倒的に向こうだなっていう風な感じではないんじゃないかな。というのは ACL の今今年のルールって外国人3人しか出れないじゃない。で、向こう多分ね6人か7人いるわけ、本来のレギュラーが。だその選手たちは使えない。まあ、もう裏ももうちょっとね、何人か使えるっていうのがあるけど、これ来年の ACL は5人になるんだったかな。でその次からはもう外国人は撤廃されるから、中東とかのやっぱお金があるクラブはもっと強くなるかもしれないね、っていうのを考えておかないと J リーグのクラブも大変になるっていう。まあでもすごいよ、よく勝ったね。2戦目なんてポゼッション率がもう7対3ぐらいでしたもんね。だったさ、まあ最初ね、押し込まれるっていう想定はなかったかもしれないけど、はいはいはい、まあ、0-0 OK っていう状況だから。でも面白いなと思ったのが、あれだけ一方的に攻められてもサッカーって流れが変わってくるもんなんですね、試合を経過していくと。やっぱそれ心理的なものがあるんじゃないかなと思うけどね。徐々に変わっていきましたもんね、あんだけやられたのが。まあ、大体そこまでの差ないから。あ、本当は90分圧倒的にやられまくるみたいなのないじゃない。でファイナルだしテンション向こうも高いし、取れそうで取れない、このままだと負ける、うんうんうん、イライラする、うんうん、イライラして我慢できなくなってちょっと喧嘩し始めるみたいな、よくあるパターン、はいはい。じゃあ最後になんですけど、このまあ今回の優勝で ACL が注目されたと思うんですけども、はい、J リーグにはどんな影響があるんですかね、この優勝というのは。やれるってやっぱり思うチーム、やりたい、自分たちもああなりたいって思うチームはやっぱ意識がしっかり高まると思いますよ。だタイトル取りたいとか、あんなスタジアムにしたいとか、うん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 、それがね、もう普段やってるチームがそうなってるわけで、刺激には絶対なるでしょう、うんうん、アジアで勝つって、まあ、少し前は ACL 出て大変で、うんうん、まあ、それこそ収支とかでいうとベスト4ぐらいにならないと、はいはいはい、クラブの、まあ、利益になりにくかったけど、まあ、サウジとかも含めて、まあ結構投資を、この大会に投資をしてくれるようになってるんで、賞金もどんどん多分ここから上がると思うんですよ。リーグをとかクラブをどう成長させるかっていうところでさ、今まで国内だけの例えばスポンサー収入、入場料収入だけだった、まあ、それが大きかったのが、今度タイトルを取るとこれだけもらえるみたいなものがアジアでもしっかりしてくると、またそこを目指すっていうふうにはなるのね。でますます J リーグとして ACL を取りに行くっていうニーズというか、あの目的が強くなってくるんですか。まあそうだ、リーグっていうか、まあ、J リーグのクラブにとってはね、でそこで成長するクラブがあると
こう成長する、まあ、いつも言うけど成長する価値が上がる、他の国からも放映権を求められる、多くの収入が入る、下のカテゴリーにも分配できるっていうようなふうになっていくわけなので、まあ、大事な部分ではある。野野さんに伝えたいことや聞いてみたいこと、番組の感想などはハッシュタグ野野チャンネルをつけて SNS に投稿してください。はい、また J リーグ公式サイト jreague.jp のお問い合わせフォームからも受け付けています。 YouTube のコメント欄にも投稿できますので、たくさんのお便りお待ちしております。はい。